はい、青春ひみつけちゃーばです。今回はマンダラケ国3周年の周年イベントの方に参加の方してきました。こちらのイベントは自分ね初めて参加したんですけれども、めちゃくちゃ楽しいイベントでした。なのでちょっとねそこまでの経緯についてちょっとねお話の方しようかと思うんですけれども、後ほど最後にはね戦利品の方も紹介していくんですけれども、まずはこちらの周年イベントということで開催されたんですけれども、自分はもともとね行く予定ではなかったんですよ。ただね事前に周年イベントで発売される商品の方が国空さんの店頭の方にね約ねガラスのショーケース3台分の中にインディーズにヴィンテージにパチモノといった感じで陳列されていて、それだけでもね見に行こうということで見に行ったんですけれども、それを見たらねめちゃくちゃ各種もうお宝がねすごい揃ってるんですよ。やっぱりねそれだけね周年イベントにかける国空さんの商品の品揃えといった感じで、多分ね1年をかけてレア物だったらお宝商品を販売せずに貯めておいた放出品といった感じで、それを見に行ったらねぜひね行きたいなとねもう心がねかなり揺らいできまして、もともとねコレクターさんにもちょっとね一緒に行かないかとね声をかけてくださっていたんですけれども、正直迷っていました。ただねスタッフさんや藤田さんともねいろいろねお話の方させていただいて、最後にねぜひお待ちしておりますと、その一声でねもう自分行こうと、もちろんねお店の方なので皆さんにねそういうねお声掛けしてるかと思うんですけれども、やっぱり自分はねおもちゃを買うにしても人と人との出会いであったり、そういったねつながりだったりお声掛けというものがすごい嬉しくて、やはりお待ちしておりますと言われた以上には行かないわけにはいかないということで、急遽ね参加の方をしてきました。本当に楽しいイベントで、こんなに楽しいイベントだったらねもちろん来年も行きたいなと。ただね今回もすごい人数が集まっていてかなり競争率が高くて、こちらのねイベントもね年々参加者が増えているとのことでした。ただねこういったイベントもうねひそやかにね自分だけのね心の中に入れておくのもいいんですけれども、やっぱり楽しいイベントなのでたくさんの方に知っていただいて、今回ね行くか迷っていた方なんかはぜひね来年4周年周年イベントにね参加するのもね楽しいんじゃないかなと思います。自分は朝10時頃に国空さんの店頭の方に並んだんですけれども、並びの時間も仲間のコレクターさんと一緒に並んでいたので全然苦じゃないですし、また並んでる最中もね前後のお客さんといろいろお話をさせてもらったり、またね YouTuber さんなんかともお会いすることができて、いろいろねコレクターさんだったり YouTuber さん前後のお客さんだったり様々な方とお話をさせてもらったりコミュニケーションが取れるというのもこういったイベントの楽しみになっていて、そういった楽しみだけでもね足を運ばれるのもね十分価値があるんじゃないかなと思います。で自分はね実際抽選の方をしてきたんですけれども、抽選の様子の方をご覧ください。いいですか、はい、おー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 これいいじゃん、いいっすよね、意外とね、まあ半分よりはいいですねといった感じで、まずまずな抽選番号だったんですよ。自分はちょっとね今回初めてだったので、このね番号がちょっと微妙でいいのか悪いのか正直わからなかったんですよね。ただねこちらのねジャンルの指定を大きく分けると、やっぱりねインディーズソフビとヴィンテージソフビ、あとねパチモノ、あとホラーボール関係といった感じで、結構ねジャンルとしては大きく4つのジャンルだったんじゃないかなと思うんですけれども、ホラーボールなんかも自分はね全く眼中になかったんですけれども、前後のコレクターさんだったり一緒にいたコレクターさん、様々な方が購入されていて、意外と熱いジャンルなんだなと知ることもできました。で、こちらの周年イベントなんですけれども、当日まで価格帯がわからないというのが、またこれがね、コレクター泣かせなんですよ。欲しいものがたくさんあるけど、もちろんね、相場がわかるもの、わからないもの、様々魅力的なおもちゃがいっぱいあったんですけれども、予算に合わせて自分もね、いつも購入するんですけども、予算がそれがわからないというのが、正直ね、並んで購入するまでの間は、インディーズなのか、ヴィンテージなのか、パチモノなのか、どれもこれも目移りしてしまって、正直ね、悩みに悩んでおりました。ただ今回購入してきた商品は3点購入してきています。その3点もほぼ悩むことなく購入したといった感じで、やっぱりね、価格が分かってしまうと、自分の中でね、これが安いとか高いとか、ある程度ね、値踏みができるものを中心に今回購入してきたんですけれども、それでは戦利品の方を紹介していくんですけれども、自分ね、この1周目で購入したものというものは、もともとね、多分ね、高額で自分がね、手が出せる金額じゃないだろうと、結構ね、高額なんじゃないかなと思って、欲しいなと思いながらも、スルーする予定だったんですけども、意外と価格帯が安かったです。で、全体的にお宝が、たくさんのものがね、販売されていたんですけれども、自分の印象としましては、割とね、マンダラケさん価格というような、そういった印象があったんですけれども、自分が想定しているものよりも、どれもね、安いものが非常に多かった。
ったです。そういったこともあって今回ね予想外のものは購入できました。それがねこちらちょっと見えてたんです。こちらなんですよ。こちら見てください。こちらの鉢物なんですよ。見てください。多分ね、帰りマンなんですけれども、帰りマン、バルタンとかね、この、またね、台紙絵がいいじゃないですか。この台紙絵付きの、こちら。ポリのね、ペンダント、ソフビじゃないんですけど、ペンダントポリになるんですけれども、これがパチモノでね、このね、台紙付きのすべてのね、12個付きの完品状態だったんですけれども、自分の中でこれ結構高額なんじゃないかなと思っていたんですけれども、なんとね、自分がね、買える価格帯の方で購入できました。で、こちら12個付いているんですけれども、このね、ウルトラマンもね、このね、見てください。胸に手を当てている感じの、なんかアーメン的な感じで、また顔もね、可愛らしいんですよ。なんか、ちょっと首も、ぬぼーっとしていて、やっぱね、立ち物といった感じなんですけれども、あと、この辺はね、何なんだろうな。エレキングに近いような、エレキングっぽいものと、これ何なんだろうな。これはガボラ、何かわからないけど、この辺の、これに2色あるんですよ。同じものなんですけれども、赤と緑とあるんですけれども、これがね、12個ついた。まあ、ペンダントソフビ自体も最近結構ハマっているので、そういったところではね、このポリなんですけれども、十分ね、自分としては欲しい商品ではあったんですけれど、まさかね、自分の番号でこちらが残っているのかなといったところも多分ね、結構人気高いんじゃないかなと思って諦めていたんですけれども、残っていました。なので、一番最初はね、自分ね、バロムワンのポリの、パチモノを買おうがね、ちょっとね、第一候補として思っていたんですけど、まさかのこちらがね、自分の買える範囲であったので、こちらの方ね、真っ先に購入しました。こういったところもね、やっぱりね、値段が書いていないということもあって、自分の予想をね、ちょっとね、覆してくれたといった感じで、今回まずはこちら1点目購入したんですけども、その後ね、2周目に突入して、2周目といった感じでそのね、買った後にまた後ろに並ぶんですよ。後ろに並んで購入したものはこちら今回ずっと狙ってはいたんですけれども、で、こちらですね。サンダー Z ですね。こちらのサンダー Z のクリアバージョンなんですよ。こちらね、まあ結構いい値段しました。正直ね、1周目のこちらよりもこちらの方が高かったです。だからね、このね、イベントなんですけれども、結構高いものから売れていくようなんでね、長年並んでる方からなんかは聞いてはいたんですが、自分はね、2周目の方がね、高額購入といった感じで、サンダー Z 購入しました。こちら自分もね、欲しいと思っていたんですけれども、このね、クリアの中、ちょっとわかりにくいんですけど、腕の中がこれ、モールなんですよね。モールが入っていたり、足もそうなんですよ。このチープな感じ、このブヨヨンって、このね、なんとも言えないチープ感のサンダー Z。結構ね、高額だったので悩んでいたんですけれども、後ろのね、コレクターさんと言いますか、YouTuber さんと言いますかね、その方にも煽られながら行かないんだったら俺行くよ、みたいな感じで、後ろの方からもね、ちょっと煽り運転を受けながら、今回こちらのサンダー Z の方も購入してきました。で、こちらヘッダーの方も見てください。こちらね、胸にサンダー Z の Z がね、光っているんですけれども、まあ、基本的にはね、グレートマジンガーといった感じだと思うんですけれども、ただね、透明人間って書いてあるんですよ。透明人間の意味がね、このね、クリア成形のための透明人間なのかもしれないんですけども、とても人間とは思えない。この辺のね、発想力というものもね、昭和緩い時代の立ち物なんじゃないかなと思います。で、なおかつ3周目もいっちゃいましたね。ちょっと予算が全然ね、予算オーバー中のオーバーなんですよ。で、3周目に購入したものが、こちらですね。こちらの韓国版のドラゴンボールの、こちら、お面と、ソフビのセットなんですけれども、こちらの方もね、予想以外にはで、ちょっと安かったのかなといった感じなんですけれども、3周目でもこちらね、パチモンのドラゴンボール、この悟空見てください。完全にこれお面なんですけれども、このデコに見るとこの穴みたいなのが開いていて、完全に造形の方を重視して、まあお面というところはほぼ無視しているのかなと。またこのね、なんかこうそばかすがあるんですよ。そばかすがあったり、このね、お面も可愛いんですけれども、やっぱり、このソフビですね。ソフビがついているというところが、さすが悟空さんのね、イベントということもあって、このねパチモンの悟空のソフビも可愛くて、こちらの方で、ね、3周目の方で購入してきました。で、先ほど言ったように価格がわからない時には自分でインディーズに行くのかヴィンテージに行くのかパチモノに行くのか正直悩んでいたんですけども、価格が出たらね迷い一つなかったです。正直もうパチモノにしか目がないといった感じで、たくさんのパチモノがねこの他にもね販売されていたんですけれども、一番最初に候補的に上がっていたバロモワンなんですけれども、2周目の自分がねサンダー Z を買うちょっと前にね買われてしまって買うことはできなかったんですけれども、それでもねいろいろねたくさんの商品今回ね3種類なんですけれども購入することができました。本当に非常に大満足な一日となりましたし、これだけのものがね正直買えると思ってませんでした。やっぱりねそれだけね
人が多かったというのと、ただ、ね、やはり、ね、コレクターさん様々ね、皆さんね欲しいものは異なるということで、やっぱりね分散するんですよね。自分の知り合いのね YouTuber さんもそうですし、コレクターさんもそうですし、前後の方もそうなんですけれども、被ることなくね、皆さんね各々に欲しいものが手に入ったといったような、そんなような印象だったんですよね。そういったところもやっぱりね、コレクターさん10人十色というところがあるので、皆さんねたくさんの人数が並ばれることもね、来年も想定されるかと思うんですけれども、それでもね自分のね欲しいもの手にされる方は多いんじゃないかなと思います。ただね、インディーズソフビのコレクターさんの方がね圧倒的に多かった印象ですね。3分の2ぐらいがインディーズ系の、やはりねレア物だったり、そういった貴重なねインディーズソフビを買われている方が多くて、ヴィンテージだったりパチモノという方がどちらかというとね人数は少なかったのかなと。そういったところからもね、競争率も低くて、こうやってねレア物なんかが購入できたんじゃないかなと、そんな印象を受けました。ただこちらのイベント本当にね楽しいイベントだったので、自分もね4周年もねぜひとも参加したいですし、またねこのイベントのために事前からね商品を集めて陳列をして、スタッフさんのねそういったね努力の甲斐あって、大きなトラブルもなかったですし、本当にねスムーズに並びの方も整理されていて、非常に楽しいイベントになりました。本当にねマンダラケ悟空さん3周年ということでおめでとうございます。こういったイベント本当にね、おもちゃコレクターさんからすれば楽しいイベントですし、これからもねこういったイベントがね継続して開催されることを願います。で最後ね、今回ね仲間のコレクターさんが購入した商品の方も見てもらおうと思うんですけれども、これ何ですか？ここやるとビヨンビヨンってなんか多分、これ変わったやつ、あ、これが1周目でね、そうですね、1周目の背びら、はいはい、これ中も見せてもらっていいですか？はい、いやーこれ結構小さい場合に存在感あるんですよね。いいですよねこれね、色がね、はい、これが残ってたってことはね、本当にみんな目利きじゃないですよね。ああまあちょっと自分とは違う、まあ自分は王道路線なんで、これはまあ確かに、でも一つあたりのインパクトはあります、はいはい、確かに、うん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 、これ狙ってるんですよって、ああありましたねって俺もすぐ分かりましたから、はいはい、あれだけの商品の中から、はいはい、これはロングネックさんの、これはロングネックさんの、うん、なんですかね、名前忘れちゃいました。これから出るであろう、出るであるやつの箱の元ネタなんですよ。あ、オリジナルなんですね。これをちょっとオマージュしたのは今後出る、はい、そうなんですよ、出るんですよ。このその箱見せてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃいいんですよね。あ、はい、それでこれを一応押さえておこうと、う、はい、今後のために。そうなんです、あ、そういうストーリーがあって、ね、はい、2年前ぐらいこれ見せていただいて買ったんです。はい、じゃあ思い入れのアイテムが手に入ったと、ね、入りました、はい。いやー、だからいろいろ皆さんね、うん、本当に好みが分かれるんで、そうですね、それは良かったですね、はい、自分でもこう結構マニアックなとこ行くんでね、うん、どちらかというと自分は王道な方行くマニアックというか、ちゃんとその、あの人とのコミュニケーションを大事にしてる。ああ、なるほど、はいはい、なんかいいこと言いますね。俺が大事にしないみたいじゃないですか、そうなると。いや、俺一人でコレクションしてるわけじゃないです。ああ、はいはい、分かりました。人との、はい、ストーリーを大事にして物を買ったっていう。いやー、素晴らしいエピソードですね。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。これがフラワーバッグですね。こっちは値段ついてる。はいはい。これかなり自分マニアックな、これ誰も買う人いないんじゃないかと思ってたら、で並びの前後の人もホラーバット、ホラーボール狙いの人結構いましたよね。いましたね、はい、これはやっぱね、ヨダさんが買って4本買ってたんで、そうですよね、俺もちょっとやばいなと思って、最後2つ一緒にね、そうですね、そうですね、はい、買ったんです、はい、あ、しかも、うん、ほとんど見かけないって言ってましたよね、うん、見かけないです、これはホラーボールは見るけど、はいはい、ホラーバットは見かけないです。あ、本当に確かに、はい、でもやっぱ、うん、改めて知らないジャンルでしたけど、うん、ホラーボールぐらいは知ってましたけど、うん、バットがここまで激アツアイテムだとは、うん、本当に見かけないって言ってましたよね、そうですね、これだけ並ぶのはどうですか、こうやって見て、いらないですか？いや、いいですよ、やっぱこうなんか、うん、やれ感とかダメージ感とかいいんですけど、いいですよね、王道好きとしては、うんうん、どっちかってやっぱちょっとね王道ではないじゃないですか。そうですね、この中にホラーバットの中にいいものがあって、はい、いいものバットみたいなのがあったらそれ欲しいと思うけど、はい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 、どれも適役感じじゃないですか、はい、そうですね、うん、この辺も、はい、まあ、趣味は被らなくて、被らなくていいですね、はい、喧嘩することなく、各々のお買い物ができたという、はいはい、そんな感じですよね、うん、ですね、はい、いやでも本当に一日楽しかったですね、はい、楽しかったです、本当に今日はもうめちゃくちゃ盛りだくさんな、はい、まあ、はい、ついつい結局2人して財布の紐も緩んでしまったと、そうですね、そういうオチはありますけどね、はい、いろんな方と出会い、うん、出会いが、ね、ありましたのでね、プライスレスな出会いが、はいはい、お店のこの値段なんで、はいはい、とても価値あるお買い物がね、はい、できたんじゃない、はい、いやありがとうございます。はい、といった感じで、ね、今回はね、マンダラケ国3周年周年イベントの方に行ってきてみました。
まだね、この日はね、夕方からなんとコスモナイトアルファさんの方でもイベントが開催されていて、この虚空の後からコスモナイトさんに移動するといった感じで、かなりね、過密スケジュールだったんですけれども、またね、予想外の出費という出費で、予算をね、正直、めちゃめちゃオーバーしております。そういったのもね、一期一会ですし、本当にね、やっぱりお店に足を運んで、たくさんの方に触れ合って、コミュニケーションを取って、商品を手に取って、見て、お買い物ができるというのがね、コレクター冥利に尽きるんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また、おすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。